シティオブグレーターニューヨークは1898年1月1日に複数の自治体の合併により拡大したニューヨーク市を指す非公式の用語である。イーストブロンクス、ブルックリン、当時のクイーンズ軍の大部分、そしてスタテンアイランドが当時の範囲のニューヨーク市に合併された。ブロンクス川より、 西のブロンクスの地区であるウエストブロンクスは1874年にニューヨーク市及びニューヨーク軍に並行され、アネックスドディストリクトとなっていた。ニューヨーク市の統合に遡ること数年の間に、ブルックリン市はキングス軍内の他の町をすべて併合し、現在のキングス軍と同じ範囲まで拡大していた。当時のクイーンズ軍は、 軍の西側の地区だけがニューヨーク市への統合計画に含まれており、その東の3つの町は1899年にクイーンズ軍より分離され新しくナッソー軍となった。ニューヨーク州の行政単位である軍の機能を保ちつつもニューヨーク市には各行政区が設置された。統合当初はウエストブロンクスとイーストブロンクスはブロンクス区として 再統合され5番目の区となったが、マンハッタン区とブロンクス区は合同で、ニューヨーク軍を形成していた。ブロンクス軍のニューヨーク軍からの分離は1914年になされ、ニューヨーク軍は現在のマンハッタン区と同じ範囲となった。シティ・オブ・グレーター・ニューヨークという用語は法的、または公式に登記されたわけではなく、1898年の 原文の検証及び1938年の新しい検証はシティ・オブ・ニューヨークとしている。ニューヨーク市統合の運動は上流階級の商人と進歩主義者たち、特に E.N. アンドリュー・ハスウェル・グリーンらの尽力によるものであった。反対派の中にはこの運動をアンディ・グリーンの趣味と言って揶揄する者たちもいた。この計画の中心は二大都市ニューヨーク市と ブルックリン市の統合であった。この両都市の消防局はメトロポリタンファイアディストリクトとして1865年に統合されていた。ロングアイランドシティなど様々な郊外都市がニューヨーク市に合流することでこれらのエリアにもさらなる開発が訪れることが予想された。ブルックリンにおいては歴史的に共和党の勢力が強かったのに対し、それ以外の地区では 民主党が強かった。そのため、統合後の主権を握るため、両政党は、自党の勢力拡大のための派閥政治を繰り広げた。両円への自己中心的反対、パンチ1893個の統合に関わるすべての地域で住民投票が行われた。反対は主にブルックリンを呼び、郊外のエリアに集中していた。彼らの関心は、 地域の自治が失われることと、民族的、人種的にマイノリティに陥る恐れであった。EN、ブルックリン・デイリー・イーグルのような新聞は統合は、おおよそ近質で、プロテスタント的なブルックリン氏の特質が損なわれるで、あろうと書いた。反対派の新聞は公的な広告収入を、用いようとしていることを求断され、一方で反対派の政治家は汚職を求断された。 財政や給水への配慮が広まり、ブルックリン市民は統合へ僅差で投票した。統合後のニューヨーク市は、当時のニューヨーク州の全人口の過半数を含んでいたため、市の州内での権限は、ますます強くなり、ニューヨーク州議会は、ニューヨーク市に対する一定の監督権を確立した。例えば、徴税に関する問題や、行政手続きの変更は、州の承認、 または州による特定の地方自治権の付与が必要とされた。反対にニューヨーク州憲法は州内のどの市も州議会において過半数を占めてはならないという改定がなされたが、後にアメリカ合衆国最高裁判所はこの条項は憲法修正第14条違反であるとして撤廃した。ニューヨーク市財政評価委員会がこの統合に伴い、 各行政区の投票権が平等となる、用紙検証によって設置されたが、1989年の財政評価委員会体、モリス裁判により、州憲法の条項同様に撤廃された。1993年、スタテンアイランドはニューヨーク市から分離し、独立した市となるか否かの非強制の住民投票を実施した。これは有権者により承認された。 同年のニューヨーク市長選において、ルドルフ・ジュリアーニがスタテンアイランドの苦情について対処することを約束するキャンペーンを行ったことにより、スタテンアイランド分離運動は沈静化、少なくとも先延ばしにされた。ジュリアーニが対抗候補のデイビッド・ディンキンズに勝利したわずかな得票差は、スタテンアイランド区民からの圧倒的な得票が大きく影響した。 同区の二つの大きな要望はフレッシュキルズ埋め立てを終わらせることとスタテンアイランドフェリーの運賃を無料化することであった。これらは両方とも達成されることとなった。ありがとうございます。